皆さんこんにちは。テコデザインの梅モンです。今日も元気にやっております。えー、っと、今日は日頃お世話になっているマネフォワードクラウド給与さんのいいところ、勝手に10個あげてみました。それでは行ってみましょう。一つ目、従業員マスターはただ一つ。とってもシンプルです。月別にマスターを持つようなサービスもあるんですけれども、マネフォさんは一つだけです。その代わり、昇給があった時など、 変更するタイミングにはとっても注意が必要です。その2、すでに存在している従業員情報も全項目で一括インポートができます。CSV を使って大量のデータを入力することができるんですけれども、それは新規の従業員に限るというようなサービスもあります。マネーフォワードさんはどんどん上書きができるイメージです。とっても助かってます。3つ目、みなし残業に対応している。金額と時間をセットで設定すると使えるようになります。4つ目、 複数時給に対応しています。時給1、時給2とそれぞれ設定できます。5番、自由度高めな支給項目が設定できます。手当のことです。単価×回数で算出するようなタイプの変動の手当も作れます。いろんな勤怠項目を引っ張って自分でカスタマイズしてできるんですね。その6、住民税の変更月。これが6月以外の月も選べるんです。その7、 複数の振込元講座に対応しています。その8、給与計算と勤怠項目が一つの画面上にあります。なので、下の勤怠項目を入力すれば額にすぐに反映されますので、どの項目がどれに結びついているのか、すごくよくわかります。9番目、API 連携の先がたくさんあります。勤怠管理だったり、ローム管理だったり、タレントマネジメントだったり、いろんなタイプの他のサービスと連携させることができます。 API 連携をするとシームレスに他のサービスと一体化するのでとっても便利です。そして最後。もちろん年末調整もペーパーレスで楽々。あの大量の紙の山。年末調整。あのシーズンを乗り切るためだけにクラウド化する。これも使い方としてはありよりのありよりのありだと思います。 給与計算はまあちょっと他のシステムでやりたいんだけど、どうしてもその年末調整だけがいつも紙ベース。そんな会社様、ぜひ一度相談してほしいです。はい。いかがでしたでしょうかマネーフォワードさん、いつもありがとうございます。今回勝手に10個あげさせてもらいました。これからもお世話になります。開発も頑張ってください。テコデザインは、マネーフォワードさんをはじめ、いろいろなクラウドサービスの導入支援をしています。どのサービスが良くて、 どういうふうに設定して、日々どうやって運用していくのかっていうところまできっちりサポートいたします。そして完全にオンラインでそれをやっております。それでは、テコデザインの梅門でした。ありがとうございました。